黒島長柄は、タラモクに属する大型の海水魚である。体型は細長く、最大で全長2メートルに達する。ヨーロッパ沿岸を中心とした北、大西洋に生息し、特に北東大西洋では、漁業の対象として非常に重要な魚種であるが、その漁業の持続可能性について懸念が表明されることもある。幅広い地域で食用とされ、 鮮魚や干物の状態で流通するほか、スペインではその卵巣が珍味として愛好される。メディアを再生する本種の泳ぐ様子、黒島長柄は、タラモクに属する魚類の中では、最大の種の一つで、全長200センチメートル、体重30キログラムに達する。2013年には、セトランド諸島で、体長180センチメートルの個体が釣り上げられたが、これはイギリスにおいて、 これまでに釣り上げられた中で最大の黒島長だらである。体型は細長く、小さい頭部に小さい目と大きな口を持つ。歯は大きく、上顎が下顎よりも飛び出ている。下顎には、髭があり、感覚器官として働く。背びれは2つあり、前方の第一背びれは短く14から15、難情を持ち、寸詰まりの形状を示す。続く、 第二背びれはそれよりかなり横に長く61から68何情を持ち、全長にわたり高さが均一で、尻びれとほぼ同じ長さである。尻びれも横に長く伸びた形状を示し、58から64何情を持つ。椎骨数は63から65までの間である。尾柄と腹びれは短く、腹気は胸びれの位置を超えない。背側は、 緑褐色で不規則に斑が入り、最も背色の部分は赤褐色になることもある。体側面と覆面はより明るい体色である。尻びれと両背びれは白く明瞭に縁取られ、後端側には黒い縁が見られる。この黒縁は第一背びれの方が第二背びれよりも目立つ。若い個体は生体よりも明るい体色を呈すことが多く、しばしば薄紫の気線が入る。 本種は北、大西洋に生息する。生息域はカナダ島岸沖、グリーンランド南部、アイスランド、そしてバレンツ海からジブラルタル海峡までの北東大西洋、また地中海北西部まで広がっている。地中海ではマレナ種であり、北海ではスカゲラク海峡及びカテガット海峡異星で見られる。本種はこれまでのところアイリッシュ海、イギリス海峡、 イングランド南東部からは記録されていない。本種は低制魚で水深15から600メートルか、それより深い岩石の多い海底で見られる。最もよく見られるのは水深100メートルから400メートルの間である。生後2年までの若い個体は沿岸性で浮き魚の性質を示し水深15から20メートルで見られる。生後3年以降はより深い海域に移る。 オスは生後5年体長約8 0トルの時に、メスは生後5から6年体長90から1 0 0トルの時に生成塾に達する。産卵期は3月から7月で卵と飼魚は浮遊性である。メスは一腹に2000万から6000万個の卵を持つとされる。産卵場はビスケー湾からノルウェー海では水深2 0 0ルで、 南アイスランドでは水深100の300メートルで地中海では水深50から300メートルで見つかっている。成長は早く、体長は生後1年の個体で平均20センチメートル、生後2年の個体で31から35センチメートル、その後は年8から10センチメートルの割合で成長する。記録されている最大寿命はオスで10年、メスで14年で、 この時体長は約200センチメートルになっている。基本的には単独で海底を泳ぎ、海底の岩の隙間や裂け目などに身を隠していることが多い。基本的に魚食性で大西洋だら、大西洋ニシン、タラカのトライサプタースエスマーキーなどが主な獲物だが、例えばロブスターといった甲殻類や糖塞類、そしてヒトデなどの極秘動物も捕食することがある。 スウェーデン・マラセンドで本州の干物が作られている様子。釣り上げられた大型の個体本州は食用になり、鮮魚や塩漬け、干物、あるいは魚粉に加工されて流通し、フライなどにして食される。本州の卵巣の塩漬けはスペインでは、ヒューバス・デマーカと呼ばれ、カラスミに似た珍味として愛好されている。北欧の伝統食材であるルートフィスクを作るのにも、用いられる。 主にトロール網を用いた商業漁業の対象になるが、ヨーロッパ本土やフェロー諸島ではハエナーも用いられる。釣りの対象ともなる。本種は深い海に生息する種であるため、釣り上げて水上まで到達した時には浮き袋が損傷していることが多い。そのためリリースしても魚体へのダメージが大きいと考えられ、釣るのは食用などに必要な量のみに止めることが推奨されている。 個体数は多く保全状態は良好であるとされることもあるが、その一方国際自然保護連合は、本種個体数やその変動についての正確なデータはないと表明し、データ不足と評価している。環境保護団体のマリーンコンサーベーションソサイティは、本種が根格を伴うことの多いトロール漁業によって、漁獲されているとして、持続可能な漁業のために、 消費を避けるべき魚の一つに本種を指定している。国際連合食料農業機関の統計によると、1999年における世界での漁獲量は53,870トンであった。そのうち最も多くの量を漁獲したのはノルウェーで、漁獲量は19215トンであった。ありがとうございます。